どうも、さくらです。突然ですが、皆さんは月曜から夜更かしというテレビ番組をご存知ですか？関ジャニ∞の村上信五さんとマツコ・デラックスさんが司会を務める人気番組です。特に村上信五さんは大阪府高槻市出身で、私と出身地が同じなんですよね。そんな月曜から夜更かしなんですけど、地方の〇〇問題といって、全国各地の都道府県が取り上げられています。そこで富山県が何回も何回も紹介されてるんですが、私は怒ってます。めちゃくちゃ富山をバカにしとる。放送見た人はわかると思いますが、まだ見たことない人は今回の動画で全国放送でどれぐらい富山をバカにしてきたかを確認してみてください。ということで実際どんな内容が取り上げられたのか紹介していきたいと思います。富山弁ブサイク問題。こちら2018年6月に放送されたもので、このせいで富山弁がブサイクというイメージがついてしまいました。それまでは2012年に目覚ましテレビで富山弁は全国可愛いランキング2位とむしろ可愛い側にいたんですよね。一体なんでこんなことになってしまったのか取り上げられた富山弁がこちら。ありがとうは気の毒な。おごってやるは抱いてやる。ボタンかけ間違えてるよはボタンダンコチンコしとるよ。私も肩車しては私もチンチンボンボして。見て、おみくじやってるよ。おみくじしようは、見て、つまんこしとるよ。つまんこしよう。というふうに今回私喋りました。したけど放送では女性が喋ってます。ただ富山に住んでる身としてほとんど聞いたことありません。これは完全に月曜から翌日が富山弁を卑猥にしようとしてます。この放送があまりにも面白くて富山の遊び場 TV でも似たような動画を公開しました。いや、よくぞこの富山弁を探し当てたなと。富山県民でも知らない内容を取り上げてくれるのが月曜から翌日ですよね。また富山弁が蚊だけでも通じる問題も放送されました。これは一体どういうことなのかというと、こちら。お母さんのことを富山弁で蚊か、そしてこれはのことを蚊、これは何蚊何系って聞いたことありますよね。虫の蚊はか、まあ富山弁じゃないですけど、〇〇ですかは略してか、これをつなぎ合わせてお母さんこれはかですかを富山弁でかかかかか、その後放送でこれを答えた後のお母さんがかかかかかでした。いや、聞いたことないですけど、まあ面白いです。お母さんこれはかですかって This is a pen ぐらい全然使うとこないですね。富山の博物館のくたべという妖怪がひどい問題。続いて2020年8月の放送です。これは立山博物館にあるくたべという像があまりにもひどすぎるという視聴者からの投稿を調査したものです。くたべは疫病を鎮める妖怪と言われていて、水木しげるさんが描いたものが一番有名です。しかし立山博物館にあるくたべは水木しげるさんが描いた絵と似ても似つかない出来だそうです。くたべは文献により様々な姿形で記録されてますが、立山博物館にあるのはなぜか癖のあるものが採用されています。その結果あまりにもひどいくたべが出来上がったという。という感じでこれ私が言ってるんじゃないんですよ。月曜から夜更かしがこういう放送をしていました。放送ではひどいくたべって言ってましたけど、個人的にはこっちの方が全然可愛いと思います。実際に立山博物館のスタッフも可愛いからこれを採用していて、女性からしたらこっちの方が可愛いんですよね。こちらのくたべのデザインは富山県の移住プロモーションにも使われていて、立派な富山県の顔となっています。なんだろう、笑顔になりますよね。インスタグラム利用率が全国一なのにインスタ映えするものがない問題。こちら2019年5月に放送されたもので、富山県はインスタグラム利用率が 41% と全国一にもかかわらずインスタ映えするスポットがないという内容です。まずインスタ映えするものがないって悪口ですよね。富山でインスタ映えするものって確かにないですね。確かにないんで、富山の遊び場のインスタグラムでは食べ物の写真ばっかり上げてます。ちなみにインスタグラム利用率は全国 27% に対して 41% は相当高いですよね。放送で富山県民に理由を聞いたところ、他にやることがない、流行りのものに乗っかることが好きと答えたそうです。県民研究家の矢野氏は、富山県民は人一倍周りの目を気にする県民性で、外とのつながりが少なく人見知りが多いと話したことから、番組の結論としては人見知りだけど見栄っ張り、直接会話なしでも自己表現ができるインスタにハマったという結論になりました。人見知りだけど見栄っ張りもちょっと悪口ですよね。あと県民性研究家って初めて聞きましたし、矢野さんがどんな人か調べてみたら、会社の所長で50冊以上の本を出したすごい人でした。いやー、私は肩書きに弱いので彼の言ってることを信じます。ただこのインスタグラム利用率っていうのが全国都道府県2830人にリサーチしたもので、調査人数が少ないんでそこまで正確な数字じゃないんですよね。まあインスタグラム利用率が合ってるか分かりませんけど、インスタ映えスポットがないのは確かですね。ただどんなカラフルな写真でも富山県では晴れた日の立山連峰の写真を上げた方がいいねがつきやすいです。富山県にあるお菓子のネーミング問題。こちら2020年11月の最新の放送内容です。富山市大沢野にある磯野屋菓子舗では、パイオマンクリというメーカーが販売されています。もう一度言います、パイオマンクリです。この名前について店主は、京都ではおまんじゅうのことをおまんと言い、栗が中に入っており、パイ生地で包んでいるのでその名前になったと話しました。これその通りで、綺麗な心を持っていたらそういうお菓子って思いますよね。私もお店に行って買ったことがあるんですが、見つけた瞬間手が震えました。最初お店で見た時はパイオマンだったんですけど、実際に手に取ってみるとパイオマン栗だったんですね。まさか栗までついてると思わないじゃないですか。いや、パイオマンに栗までつくってすごいミラクルです。
これお菓子の話ですよ。とにかく月曜から夜更かしは富山を卑猥にさせようとしてるんですかね。あと余談なんですけど、南砺市にある A コープ南砺セフレも同じようなニュアンスです。セフレとはセーフティーフレッシュの略なんですけど、心が汚れてる人には違う風に見えるようです。私はセフレという単語を見た瞬間、セーフティーフレッシュって思いましたけどね。スリリングすぎる銭湯問題。こちら2019年2月の富山県にあるスリリングな銭湯を調査する放送です。高岡市にある温泉天国四ツ谷の湯はウォータースライダーが設置してあるすごい銭湯です。ちなみに温泉天国って書いてるんですけど、銭湯です。しかし毎日来てるお客さんは滑ってる人を見たことないとコメントしました。スリリングさもあるんですけど、恥ずかしすぎてほとんどの人は滑ってないみたいで、番組ではディレクターさんが挑戦していました。いざやってみるとやっぱり恥ずかしいみたいで、ディレクターはムチ打ちになったとコメントしました。これは全然富山県をバカにしてないですね。ただ私もまだ行ったことなくて、ネットで調べてみてもウォータースライダーがついてるって大々的に言ってないんですよね。知る人ぞ知る銭湯になっていますので、富山の遊び場 TV でも許可が下りたらぜひ撮影したいです。変わった品揃えのサンドイッチが売られている問題。これは富山では超有名な立山サンダーバードというコンビニです。2020年1月に富山県のコンビニに変わった品揃えのサンドイッチが売られているとの噂を調査という放送です。立山サンダーバードでは油そば、チャーハン餃子、ホタルイカといったマニアックなサンドイッチがめちゃくちゃ売ってるんですね。これについて店主は夢で見たものを商品化して他社と差別化を図っているとコメントしました。現在2000種以上のメニューがあるサンドイッチですが、店主はとんかつ関係のサンドイッチが一番好きだそうです。立山サンダーバードは私も何回も行ったことあるんですけど、セブンイレブンが近くにあるんですね。それにもかかわらずずっと続いてるってことはよっぽど魅力があるんです。実際サンドイッチだけじゃなくておにぎりもたくさん種類があって、オリジナルグッズも可愛いですし、自動販売機も面白いんですよね。富山の遊び TV でも何回か取り上げていて、オーナーが優しいしやっぱり面白いんです。こちらのコンビニは月曜から夜更かし以外にも全国放送で何回も取り上げられていますので、まだ行ったことない人はぜひ一度行ってみてください。富山県に石像がたくさんある問題。こちら調べたところ2013年に放送されたもので、富山市には1290体もの石像が並んでいる珍スポットがあります。こちらも富山の遊び場 TV で動画を撮影したことあるんですけど、昼間に行くと休憩所に管理人のおじさんがいて、いろいろ話をしてくれます。こちらには石仏の森と石像の里の2カ所があって、石仏の森では山の斜面に500体以上の石像が並んでおり、800羅漢と呼ばれています。姿や表情も多種多様で6億円かけて作ったそうです。あと800体も羅漢があるのは世界でここだけだそうです。実際管理人のおじさんに聞いたところ、医療法人社団城南会の会長が地元の大沢の西文化を築き、富山や飛騨の観光名所となればと思い、大沢の石仏の森を創設されたそうです。石像の里には社長の家族や友人たちがモデルになっていて、知らない人が行ったら心霊スポットに感じますよね。放送日が昔すぎてどんな内容か分かんなかったんですけど、富山県民でも知らない人が多いので、ぜひ一度行ってみてください。ということで、今回は月曜から夜更かしで取り上げられた富山県のことを紹介していきました。少しバカにされて放送されていましたが、愛のあるいじりということにしておきましょう。むしろこうやって取り上げてくれると富山のことが話題になって嬉しいですよね。富山県民って自虐ネタがすごい苦手で、観光地を PR するときもいい風に見せがちなんですよね。ただこういったローカルの面白いところも紹介して、ありのままの富山県を見せるっていうのも素敵なんじゃないですかね。富山の遊び場 TV ももっと地元に密着した面白い情報を届けられたら嬉しいです。どれか一つでも面白いと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。